もう食べれるって思ったらウキウキが止まりませんけどどこですか和田さん。食べれるのはこちらになります。あ、ちょっと待って、立派なお家普通、民家。そうですよね。民家です。で、生産者、山の芋の生産者の西中さんという方に、はい、そういうことですね。ご自宅にお邪魔させてもらってよろしいですか。立派な、はい、西中さん宅、立派よ。すごいなこれ。ごめんけど、もう待ってくださってます。西中さんですか。はい、いらっしゃいませ。お邪魔してもいいですか。大丈夫ですか。お邪魔します。ありがとうございます。お邪魔します。はい、あ、どうも。はじめまして。はじめまして。どうも。娘さん。いやいやいや。ありがとうございます。母です。お母様でいらっしゃって。お邪魔します。お願いします。よろしくお願いします。なんかお母様がこう正座をして出迎えてくれる感じが旅館のような。なんかね、あったかいよね。もうここ見てくださいよ、セットされて。でもお母様の目の前にこれ、いいですか、お隣、失礼します。はい、山の芋ですね。今から下ろさせていただきます。はいはい。下ろすところまで見せていただけるんですね。はい。そしたら下ろしますね。はい。はい、どんな粘り気なのか、みんな言ってたんですよ。会う人会う人がね、山の芋の粘り気がすごいんですよ。本当にすごい。音からして粘りがありますね。下から出てきてるやつのこの粘り気、お母さん一回ちょっとブーってあげてみてもらって、これよ。すごい、はい、ほんまにすごい。一回ね、これ、はい、いただいてください。はい、ちょっとこのこのまんまですか。はい、このまんま。なんて贅沢な食べ方。すりおろしたて。はいはい、そうです。いいんですか。はい、ちょっと少しずつですけどね。ちょっとこうすごいんですよ、本当に。本当にスプーンですくったら全部ついてきちゃう。少しですけどね。はい、はい、あ、これは味付けとかはなく、なしく、山の芋そのまま。はいはい、そうですそうです、うん、そうです。ちょっとバランス、バランス。じゃあいただきますね。はい、何もないお味です。これ本当に全部ついてくるの。ほら、ちょっとすくおうとしたら全部ついてくるのよ。いただきます。どうでした。食べれない。多分、ね、粘りが強すぎて。思ってみたらね。そうでしょ。ほんまかい。これ今の冗談抜きで、土地の中で、うん、粘り気がすごくて、上と下がくっついたまんまで。多いでしょ。あ、でも、そのものの味でも十分美味しいですね。そうですそうです。お芋の味がしっかりあって、食べてみてください。ほら、はいはい、パスタみたいにこう。絶対、すごくない？ほらほら、ね、なるでしょ？フレッシュ、フレッシュですね。出たかもしれない、ジャストタイミングのフレッシュが。もうちなみになんですけど、今お母さんが作ってくださってるこの山の芋は西中さんが育てられたんですか？はい、息子さんが、うん、息子と一緒に。あ、ご一緒に、はい、立派な山の芋ですけれども、うん、西中さんが一番好きな山の芋の食べ方はどれですか？とろろを醤油と鰹節にして、うん、飲み物アルコールとビールでもいいですし、僕ワインとか。あー、白赤、白で、白白で。ね、お母さんが出来上がって待ってる。すいませんどうも、お母さんすいませんどうも。これが山の芋、はい、はい、伸ばして、はい、で今から出汁を入れて、はい、とろろご飯。いやー、とろろご飯。出汁でやっぱ伸ばさないと。そうです。この粘りはね、やっぱしご飯かけてもね。なかなかね、うん、粘り気が強すぎちゃうから、うん、だしと混ぜてご飯が混ざりやすい感じ。そうそうそう。わあ、これはきゃー、贅沢やね、これ。おかみ、あ、すみません、お母さん。ふんだんにね、ふんだん。これはどえらいことになってきましたね、これ、ね。それでは、はい、山の芋のフルコースでございます、ね、ご用意いただきましたので、いただきます。いただきます。やっほー、いただきます。どうだした小踊りが出るぐらい美味しい。もう味、お醤油とか入れてももちろんいいんでしょうけど、うん、山の芋そのもののちょっと甘い感じが、うん、だしと混ざってね。さっきいただいた時の粘り気はもちろん残ってはいるんですけど、
粘りがちょっと出汁で緩和されたことによってご飯とすごく合う。よかったです。いただきます。早いね。もういいね、出汁が効いてるんでお醤油かけんでも。あの好みですけれど。ね、はい。本当にマジで美味しいですねこれ。すましですかこちらは。そうです。この中にもね、山の芋が落ちてるんですね。いただきます。はい、おいしい。お餅とはもちろん違うんだけど、なんかむしろ私お雑煮より好きな感じっていうか、味付けも抜群です、はい、ありがとうございます。おいしい。お母さんこちらは、あ、これはね短冊にしたのをね、はい、揚げたものなんです、うん、ちょっとお塩かなんか入れてもらって。ほんまですか。いやいや、ちょっとそう、なちょっとこうちょっとだけね。はい。フレッシュフレッシュが出ました。これはしっとり感が増して衣となんかこう相まって、風味ですねこれ。でもこんな美味しいものがあってやっぱ愛されてるっていうのがすごい伝わってきました、うん、そうですね、すごく美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。